作ったってねえじゃん。そんな相手がヤクザの女だったってストーリー。では違いだな。仕事がやりたくてできる一番だったら一番いいですよ。もうここ否定しないですよ。でもここで分けるかここで分けるか、まあ、今日少し考えてください。なんか43年にはドイツ軍の無線通信を解読することによって多くの情報を得ました。そうすることであまりすごいですよ。ステラホースなんだからかっこよく説明して。ご主人さん、もし知らなかったらステラホースの企画剥奪するからね。